今日のタイトルにあるようにですね、私はもともと PX2 は最初から2009年に受けて、2010年にはファシリテータートレーニングを受けてるんですね。アメリカからトップファシリテーターが来て2日間みっちり受けました。で、活動としては、実質どのくらいかな？まあまあ、当時200人ぐらいいたんで 150人か200人ファシリテーターにいたんで、まあまあ、順繰りにやっていこうかな、みたいな感じ。でも、自分自身、学校関係者、学校の先生とかの、リレーションがあるところはですね、積極的にお話をして、興味のあるところにどんどん導入してもらうということをやってきたので、まあ、2010年からずっと継続的にっていう感じですね。毎月、どこかしらの、今ね、中学、高校、また新しいところから、学校から問い合わせ来てますけど、ちょっとハードル高いかもしれないですけどね。公立の、学校ですけどね。いろんな条件があって。でも、まあ、うまくいくんじゃないかなと思いますけどね。先生はどうしても導入したいと言ってくれてますので、なんとかなると思いますけど、公立なのでいろいろこうね、気をつけなきゃいけないところがどうもあるらしいというね、ということで、これまでも公立高校はね、公立の中学校と高校はもう導入ずっと毎年やってるところもあるので、問題ないはずなんですが、まあそういうね、地域によってちょっといろいろな基準があるのかもしれないですね。で、PX はずっとやってきました。で、パフォーマンスエンハンスメントコーチングっていうね、これもずっと継続的に、もう何年も認定講座させていただいてるので、そこもやってますと。1対1のパーソナルコーチング技術を学ぶ講座として、トマベ式とルータイス式、タイスコーチングっていうんですけど、正式名称パフォーマンスエンハンスメントコーチング。その半年間の1対1の、パーソナルコーチングの技術を学ぶというのは、半年間かけてしっかりと講義動画を見ていただいて、私のマスターコーチのコーチングも受けていただくみたいなこともあり、いろいろ実践報酬というワークもやっていただきながらコーチができるようになっていくということですけど、今日お伝えしたいのはタイトルにあるように TPI というプログラムですね。私が2009年に12月ですよね。ルーと友達博士のダブル講演会、これがなんと TPI ライブということで、まあ、本格的に日本に上陸したんだと思います。で、前の年に確かちょっとね、コンパクトにトライアルでやっぱりやってるとは聞いてはいるんですけど、本格的にその年、2009年の12月にですね、TPI というね、今これ最新のテキストですけどね、これ、私が受けたのは、2日間のルーと友達博士が、開発者お二人が直接、講義をしてくれるというね。まあ、レアな、今から思えばレアですよね。午前中から博士が言ったんですよね。こう言っちゃうんですけど、今から振り返ってみて、あれ？午前中から博士が言って登壇してたなと。すごいなと思って。ダブルですから、ルーが喋って、博士が喋る。交互に。2日間丸々。で、たっぷり TPI の、理論と、そしてワークと、で、裏側に流れる、世界から戦争差別をなくす、飢餓をなくすというゴールを共有しているお二人が、タッグを組んでコーチングを世界に広げると。最初は PX2、 子供たち、全世界の数億人の子供たちに PX を届けるというプロジェクトからスタートしましたけど、ルーの40年間大成功してきた IIE というプログラムがあったわけですけど、それを最新の認知科学で見直すことになり、友達博士が呼ばれてとか指名されて、IIE のプログラムを全部見直して、で、そして最新のものとして、最新の認知科学で見直してできたのが TPI というプログラムですね。いわゆるパフォーマンスエンハンスメントコーチングは1対1のコーチングの技術を学ぶ講座ですね。で、これは、いわゆるパーソナルコーチングをやる。だから、ルーが、友達博士が国家元首に、コーチングを仕掛けるときにどんなことやってるのっていう裏の技術を学ぶ講座がパフォーマンスエンハンスメントコーチング。TPI は、1対1のコーチングではなく、セルフコーチングプログラムとして学ぶプログラム。だから、クラスで何人かにいて、クラスに対してファシリテーターが、ルーの講義動画を見るんですけど、このプリンシプルはですね、タイスプリンシプルズインエクセレンスというプログラムの名称ですけれども、中身は全部最新の認知科学で、プリンシプルは友達博士が全部書き直してるというかですね、切り直してるというか、そういう内容なんですね。21のユニットがあります。で、私がだから2009年の12月にこの TPI のライブというのをルータイス友達博士から受けた時に衝撃を受けたのは、
まあ、ルーと友達博士が世界中を飛び回りながら、本当に世界平和に向けた活動をですね、それぞれやってきた。で、お二人がまたタッグを組んで、世界中をまた飛び回って、大統領とか元大統領クラスにコーチングをやっていた。そして、コーチングこれからますます、世界に広げていくぞということで、プログラムを最新化するように、ルータイスから友達博士に依頼が行くわけですね。そして友達博士がそれを受けて、やっていこうと。で、子供向けは PX2。で、大人向けはその IIE というモデルが40年間大成功してきたから、このプログラムにはきっとスコトマがあるに違いないと。盲点ですよね。心理的盲点。盲点。要はそのプログラム成功してきてるからこそスコトマがあるというね。さすがルータイスということだよね。誰にでもスコトマある。自分にもスコトマあるぞ。新しいゴールを現状の候補と外側に設定することによって、スコトマは外れる。でも、スコトマは外れたらまた新たにスコトマはできるという、ね、このマインドのからくりを、しっかり理解して学びましょうということで、そのルーがこのプログラム40年間大成功してきたから、どこをどうね、直していいかわからないと。スコトマ、自分にはスコトマある。だから、最新の認知科学で見直してくれっていうことで、ドクター T、友達博士に依頼が来たと。博士はそれを受けて、この TPI のプログラムを作ったと。だから、TICE Principles in Excellence とこの名前もですね、IIE と Investment in Excellence。Investment っていうのはこの投資するという内容ですよね。で、友達博士がこの投資するっていうのも違うんじゃないかと。Investment っていう言葉も、ちょっとこうね、このプログラム、最新のコーチングプログラムにはふさわしくないんじゃないかと。もう TICE Principles でいいじゃないかということで、名称も友達博士が提案して出来上がったと聞いてます。ということで TPI というプログラムはそういう経緯があるんですね。で、結局それを、そういうオファーを受けて出来上がったものを私は、開発者本人のレクチャー、お二人ですよね。ルータイズ友達博士のお二人のトップのコーチから、このプログラム開発の経緯とかですね、世界中飛び回ってるぞと、世界平和のために世界中飛び回ってるぞと、世界中飛び回ってコーチング広めてるぞって話を散々、事例の中で聞かせていただき、その圧倒的なこの高いエフィカシーと、やっぱり行動力がわっとこう伝わってきましたよね。だから、エフィカシーが高いってことは、ゴールを掲げるだけじゃなくて、行動する人なんだっていうのは、すごくこう、言語化されてはいませんでしたけど、事例が次から次へと出てくるけど、全然お二人ともそれを普通に喋るんですよね。普通に講演するわけですけど、講義するわけですけども。いやいや、ちょっと待ってると、それ普通に喋ることじゃないでしょ、みたいな。いや、紛争地域に乗り込んでいくとかね。そんなことをされてる。いや、国、ね、どっかのね、国の名前はね、もちろん公開できませんけども、一国の大統領とか元大統領がルーのところに来てコーチングを受けるって、え、そんなことあるのって。え、そういうことは実際起きてたということですね。まあそういうお二人、ゴールを現状の外側に、世界から戦争差別をなくす、飢餓をなくすという抽象の高いゴールを設定し、その設定するだけではなく、実際行動を起こしてですね、世界平和に向けた活動をどんどん進めていたお二人のその事例の話がもうガンガン刺さってきましたね。で、ここでエフィカシーももちろん私の全身多分、どんどんインストールされたと思うんですけど、ポイントがあるとしたらですね、トマチャ博士の方はもう毎月のように、毎月1冊2冊出てましたから、出版されてましたから、もう次から次へと読んでました。読んでたので、エフィカシーの概念は理解してたつもりなんですよ。で、PX も受けてますからね、それまでに。2009年の秋に受けてますから、その TPI ライブを受ける前に、まあ、大方理論は分かってるよね、と、自分で、思ってたんですけど、全くその、抽象度のレベルと熱量が、想像をはるかに超えたというのが、その時の印象ですね。圧倒されました。で、その、エフィカシーは高いっていうことに対して、やっぱり自分が認識できていなかったことがたくさんあったなっていうのは、当日、二日間感じたこと。高いエフィカシーの人はこういう雰囲気なんだっていうのをルーと友達博士からすごくガンガン受け取ったということなんですけど、一言、まあ、付け加えるとしたらですね、全くその上から目線とか、威張った雰囲気を全く感じないですね、お二人とも。そこは共通点、私の捉え方ですね。すごく優しくて、で、すごく、まあ、フレンドリーで。
温かくこう包み込むような優しさがルーもあるし、トマチャカセもあるんですけど、すごい話をするんですよ。こんな話があったら、細かいことは言えないけどね、こういう国の大統領のコーチをやっててとかね、紛争地域に乗り込んでいった北アンド紛争の話とか、アパルトヘイト政策ね、人種隔離政策を撤廃するためにマンデラさんの裏側で活動したこととか、まあ、普通に喋るんですけど、いや、どう考えても普通じゃないよねっていうところのその迫力と、でもそれを淡々と、まあ、楽しくっていうんですかね、さらっという感じで上から目線とか威張ってる雰囲気全くないんですよ。で、これが、エフィカシーが高い人ってこういうことなのかっていうのをその時初めて体感できたというか理解できたかなっていう感じですね。なかなかこの本では学べないレベルのその体感をその2日間で私は受け取ったという感じがあります。その感覚とその衝撃は未だにしっかりと記憶してるんですけども、ちょっと振り返るだけで、なんかワクワク感と、なんて言うんですよね、未来が思いっきり切り開いた、見る世界が変わった。本当にいきなり視野がパーンと明るく見えるようになったっていう感じがありました。いや、それまでも見えてたっていう自覚あるんですよ。でも、やっぱり抽象度低いところで、どっかで無意識レベルではこういうことが続くんだろうな。自分の人生もいろいろやってきたけど、これからもまあまあ、この延長線上で行くんだろうなって、どっかでやっぱり無意識レベルで思ってたことが、あったんだと思うんですね。それがいきなりパーンと外れて、いきなり世界がパンと明るく見えて、カラフルに見えたって感じですね。別に白黒で見てたわけじゃないんですけど、そのくらいのインパクトのさ、なんとなくモノトーンっぽいカラーなんですけど、モノトーンのような東京の風景がいきなりカラフルに見えたという ごめんなさい。私のあくまでの感覚なんですけどね。そしてなんか熱量をすごく感じ、お二人から感じたのと、あとは世界からの熱量もなぜか感じたんですよね。ということで、TPI ライブというのは私の人生の、まあ、ターニングポイントであるということはもう間違いなく自分で言えると思うし、2009年の12月末の土日なんですけどね。私はこの TPI を受けて、人生が変わりました。まあこれを話すだけで、何時間も 講義ができるぐらいの内容にはなるかなと思うんですけども、この熱量がですね、未だに、小さくなるどころか、どんどん大きくなっていってですね。で、もちろんその時は PX 受けてたんで、もう TPI とともに、このね、ルー体数式も、トマム式も一緒に広げるぞってことで、トマム博士のコーチングを受けるぞってやってたんですけど、申し込みをしたらですね、もういっぱいですって言われて、トマム式はですね、1年待たされたというね、そういうオチもあるんですけど、まあまあ、それでも、競争じゃないので、自分のペースで行くかと思ってね。ということで、まあ、十何年経ちましたけど、TPI は実はもう何年も前から依頼が来て、企業向けにはどんどん導入を自分の中では進めてきたんですよ。まあ、もちろん、トマム博士に相談しながら。もともと、経営コンサルティングファームにいたので、いわゆる、まあ、経営課題に向き合って、そして人材開発していく能力を引き出すみたいな、そういうことはずっとやってきてはいるんですよね。なんていうんですか、ミドル層とかですね、次のボードメンバーですね、いわゆるその役員クラスになっていくような本部長、部長クラスを育成していくっていう依頼も、多々いろんな企業、上場企業からの案件の中で、毎回、裏側でやってねって言われることはそれなんですよね。人材を育成してほしいと。で、必要があればそういうプログラムを導入するよということで、まあ、コーチングプログラムは実は、コンサルティングファンの中にあったプログラムなとかですね、いわゆるコンテンツを使って提供してたことはずっとやってきたんですけど、なんか物足りないなっていつも思ったんですよ。で、いろんな書籍や取り寄せては、それでも何か物足りないなと。いうところで、コーチング、ビジネスコーチングの領域は、実はコンサルティングファームの中で相当件数はやってきたんですけども、今から振り返ってみると、やっぱりちょっと弱かったなっていうのは感じるんですね。それは何だろう。まあ、ルーのおそらく孫弟子の方々が作った、ちょっと一つ二つ世代前のプログラムとかがアメリカでもまだ流行ってた時期、まあ混在してたんだと思うんですよね。で、コンサルティングファーム、グローバルコンサルティングファームだったので、データベースを叩くと、たくさんドキュメント出てくるんですけれども、なんかもうゴールセッティングとかありましたよ。コンフォートゾーンもあったし、ゲシュタルトもあったんですよね。
で、そういったテンプレートとか資料とか提案書とかプロジェクト成果物とかを、サーバーから、共有できるものをダウンロードして、それを日本語化して企業に向けて、そういうコーチング導入プロジェクトとかも多々やってたんですけど、何か違うな、何かエネルギー足りないなってこと、それは何か分かんなかったんですけどね。でも結果は出てましたよね。やっぱり結果は出てた。でもまあ、そうして探してはいましたよね。本物はどこにあるのかなっていうのは探しました。そしたら、なんと友達博士が、元祖校長ルー体操日本に来るよみたいな。で、そのプログラムを友達博士は最初に近くで開発してるぞみたいな話を聞くわけですよ。これは聞き捨てならぬということで、まさに2009年の12月を迎えるってことですね。相当自分としては探してたもの、本物に出会えたっていう、その喜びが実はその年にあったんですけど、で、自分の人生変わりました。もうこれ広げようと。友達博士、ルーと一緒に広げようっていうのはもう、この2日間で思ったことですね。完全に頭はそっち側に行こう。情報空間では。で、もうそういう映像しか出てこないです。もう。目を閉じても目を開けててもその映像しか出てこない状況になって、もうそれをやるのが自分の使命だという感じですね。誰が言ったのかわかんない。自分がそういうふうに決めたんでしょうね。あ、これだと思って。自分これやるんだとね。一生かけてこれ広げていくんだと。まあミッション、人生のミッションって言葉が当時出てきたんですね。自分の中で。まあゴールですよね。一生かけて追いかけるゴール。まあ世界平和のためにコーチング広めようみたいな。そのくらいの感覚でもう、あんまり力みもなく映像がガンガン出てきて、もう世界中飛び回ってコーチを広めてるというね、映像。まあ数年経ったらそれが実現していくわけですけど、圧倒的なその熱量と高いエフィカシーとともに未来の映像がガンガンいろんなシーンが出てきて、もう頭の中それでいっぱいみたい。もう、翌日から会社に行くとかもう超違和感ですよね。任責不協は。それでも責任あるポジションだったんで、同時に複数のプロジェクトのそのマネジメントやってたので、それをうまくこなしながら、でもまあ自分は決めてたので、もうこれ行くぞと。いうことで、友達博士にそれをどっかで宣言してましたね。TPI はですね、ずっとそれはもうやると決めてるので、これしっかりと届けると。ルー体質と友達博士が作り上げた。で、プリンシプルは最新の認知科学で、友達博士がプリンシプルを設計してるんですよね。で、これは最初に伝えとくと、まあ私がオープン開催の登壇をすることを、博士から言われて、今回登壇することに、なったんですけど、なかなかスケジュールが合わなくてですね、土日はまず無理だったんですね。実質、自分の講座もありますし、博士の講座のお手伝いとかもやっぱりあるので、基礎講座とかもちょっとね、担当させていただくことも非常に多いので、ほぼ土日は埋まっちゃってるなぁと。で、土日できないですね。その後平日集まることもなかなかね、難しいとなると、やっぱりオンライン。ということで、オンラインでやりますよということで TPI。だからすごく私の中で思い入れが強いですね。で、あの時のあの感覚を受講生の方々に伝えたいって思いと、実はその後ですね、ルーが亡くなった後に、トマベチ博士がルーのそばにずっと晩年一緒にいて、大統領とか元大統領にコーチングをしてたんですよね。一番近くでルーのコーチングを見てて、で、この1対1のコーチング、大統領にやってるコーチングの、この講座ができるぞって博士が、そこで、アイデアを出して、ルーに提案をして、パフォーマンスエンハンスメントコーチができるというね、その流れなんですけど、晩年ずっとルーと一緒にいた、友達博士からですね、公開してない、ルーがこんな、こと言ってたんだよね、とか、ルーってこんなすごいんだぞっていうのを、あんまり本に書かれてないような話とか、いろんなエピソードを、ことあるごとに、聞くんですよ。その後ずっと。もう今年も聞いてます。まだ行ったことないんだけど、こんなことあって、まだあるの？って。まだそんなエピソードあるんですか？みたいな。なかなかね、公開できないじゃん、みたいな。とんでもないエピソードとかをですね、たっぷり聞かせていただいて、ずっと私は、博士からルーのことを学んでるという意味では、未だにアップデートがかかってると自分で言うのなんですけど、このプログラムは、TPI のプログラムはもうね、完成形として、もう、それはそれで、そのまま伝えていくんですけれども、でも、まあまあ、ファシリテーターとして伝えていくという意味では、様々なエピソードをかなり追加で自分もインプットして、未だに学んできているので、
あとですね、マーク・シューベルトからも学んでます。マークが教えてくれるんですよ。ルーはこういうことを言ってたよって。え、そんなこと言ってたの？みたいなね。実はたくさんあるんですよね。それはマークが日本に来られた時、マーク・シューベルトってマイケル・フェルプスのコーチをやってたね、アメリカのオリンピック水泳チームの総監督、ヘッドコーチ、今オンラインで、しばらくここのとこずっとオンラインで、毎年1回は PX2 のオンライン講演会とか、あとは、ルーと友達が活動、そういうセミナーがありますよね。だからその中でマークが講義してくれたりとか。で、それまでは結構日本に来られた時には、ご一緒する機会を、チャンスをいただいたりとかしながら、マークから個別にいろんな話も聞かせていただいたんですけど、そんなこと言ってたんだ。なるほど、ルーだったらそういうことを、確かにね、なるほどっていうね。さらにルーの凄みを感じるみたいなね。やっぱり芯が強いんですよね。そして、より良い世界にしていくために。金稼ぎを目的としたコーチングの広め方はやめてほしいと。そういうやり方はやめてほしいということで、金稼ぎのためにコーチを広めてるんじゃないと。それはすごく強く言ってたんですけど、その新たなエピソードとかも、友達の方はもちろんね、最新の話も、最新のっていうのは裏の話をアップデートかけるためにも聞かせていただいてますけれども、マーク・シューベルトからもですね、聞かせていただいてきてます。そう、今年も年末に PX2 のオンライン講演会にまた登壇いただけるんじゃないですかね。そういうこともあると思います。ということで TPI のプログラムは自分が受けた時からプログラムの中身は変わってないんですけれども、私の中では相当ずっとこう積み上がってきたいろんな知見とか、友達博士から教えてもらったアップデートされた情報があると。だから何ってことですけどね。だから何ってこともないんですけど、全部その言語化して伝えるというよりは、そういうエネルギーは伝える自信はあるし、だいたい今企業からもですね、TPI をチームに、リーダークラスに導入したいというご依頼を直接いただくんですよね。私がもともと K コンサルティングファームにいたってことも多分理解された経営者だからそういう問い合わせをいただけるのかなと思うんですけども、導入するとですね、ほぼほぼ継続します。全部が全部というわけじゃないですけど、でも一旦ちょっと休止するけど、また再開みたいなところもあるから、まあまあなんかね、ずっとつながり続けるんですよね。っていうのは、企業研修として、企業の中、組織全体に、例えばリーダークラスに20人とかね、30人単位で、例えば TPI 導入しますとなると、まあ、通常、こう、クラスみたいな形で私がファシリテーションするんですよね。で、ルーのエネルギーをそのまま伝える。そして、このプリンシプルのその認知科学的なその解説もしっかりと当然ながらしますから、それは友達とかとか聞いてる話とありますよね。そういうのは伝えなきゃいけない。例えば、ユニット11は、現状の、ゴールは現状外に設定するというようなプリンシプルがあるんですけど、これは友達博士がルーに提言してですよ。で、プリンシプルがしたもの、IIE にはなかった。ゴールの制約は特になかったんですよね。そういったところもですね、何箇所か明示的にきちんと受講生に説明する必要があるところがあるわけですけども、それは経緯も含めて、友達博士からしっかりと学んできてるので、それは私の責任として伝えていくということで、その結果何が起きるかって言ったら、まあ抽象度の非常に高いプログラムなので、それで企業に導入すると何が起きるかって言ったら、その場で何か起きるということももちろんあるんですけれども、目から鱗とかね、考え方変わりましたとか、非常に気持ちが楽になりましたとかね、組織のリーダークラスですから、組織のマネジメントがどういうところを注意するべきかっていうのは分かりましたみたいなね。そういう感想は大体いただけるんですよ。それは普通。よかったねっていう感じですよね。よかったですって言われてね。最高でしたって言われて、それは普通。ところがそれが3ヶ月、まあ1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月もありますけど、半年後とかですね、いきなり、なんでしょうね。ずっとこの熱量溜まってきたものがパーンとこう、花火が上がるように大きな成果を上げる方が全員一斉にっていうことではないですよ。これが面白いんですけど。バラバラバラっと。で、最終的に、まあ、謙虚にこう学びたいというね。自分はこういう世界最高峰のプログラムをしっかりと学びたいっていう思いのある方は、まあ、全員が変わると。もう間違いなく変わると思ってはいるんですけど、企業研修ですから、自分のその、お金で払ってないというところは一つポイントなんですけど、それでもきちんと価値を受け取ってもらうようにファシリテーションするんで大丈夫なんですけども、まあ通常の、社員研修だよねっ
人事研修だよねって思ってる人も何人かやっぱりいらっしゃるんですよね。企業内研修だから。まあ、研修の一環として捉えてられてしまう。で、我々としては、人生丸ごと変わる、オールライフコーチングのプログラムなんで、セルフコーチングというのはね、で、マインドのからくりをね、しっかりと、機能とかもからくりを学び、そしてなりたい自分になるためにどうしていけばいいのか、自分の中に眠った能力をどうやって引き出していけばいいのかって、その方法論まで理論体系された、コーチング理論なので、まあ、非常に奥が深いわけですよね。でもその大人向けの21のユニットとして、すごくきちんとまとまったものを、友達博士ルーが作り上げたものとして、それを届けていくとですね、3ヶ月後とか半年後とかでドカーンっていうふうにね、こう、花火が上がるような感じで結果をドーンと出す方が出てきますと。これがね、まあ、普通に起きるですね。で、じゃあそうじゃない人もいるでしょって言いながら、そうじゃないかなと思った人が、そのまた3ヶ月後にドーンとかね。なんかいろんなことがこう起きてくるんですね。それはちょっといろいろなやり方があるんですけれども、そういう、ちょっとフォロー体制も作ってるんで、そういう声が届いてきます。だからこれはね、どうしても届けたいんですよね。個人もそうなんだけれども、組織全体、今非常に失われた30年、それ以上になってきてますけれども、先進諸国の中でもう唯一ですよね。GDP が30年以上変わらない。どういうことっていうね。そんなバカなことはテクノロジーの進化とかでね、これだけ環境変わってきてるのに GDP 変わんないってどういうことっていう状況ですよね。これを解決していくためにやはりいろんな手法はもちろんあると思うんですけども、このマインドを根こそぎ変えていくっていうのはやっぱり我々としては、これを、まあ、まさにそれが切り札になるだろうなというふうに確信しているので、企業経営の現場に届けていきたいんですよね。ただし、そのお金稼ぎのためにとかそういうことじゃなくて、より抽象の高いゴールを共有していく。ビジネスをというね、経済資本主義の中で、なんか商品とかサービスを提供して対価をいただいて売上利益上がるっていうのはそれは当たり前ですけれども、その先により抽象の高いゴールですね、より良い世界にしていくためのっていうゴールを企業全体で設定していく、個人でも設定していく、そういう組織がどんどん増えてくればですね、世の中良くなるし、前向きに、建設的にビジネスを展開できるようになってくるはずなんですね。抽象度高いゴールを共有しながら。で、そういう人を、そういう組織を、そういう企業を増やしたいと思って、企業からの問い合わせに対してもですね、積極的に、相談もちろん、ね、定期的にやってますけれども、適宜やってますけれども、進めるようにしてきてます。私としてはどうしてもビジネスを現場に届けたいコーチング、そしてプログラムとしてはこの大人向けの TPIE というプログラムがまずはいいかなと。もちろんリーダーシップのね、プログラムを博士が開発されているので、将来的にはそういうものをしっかりと導入していくってことにもなると思うんですけど、まずはこの TPIE がベースになってくるかなというふうに感じてます。ということで私がオープンでそれを登壇することが、まあ、やってって言われたんでやりますってことで、やっと日程調整できたので、平日の夜、何日間かけてオンラインでやります。だから全国どこからでも参加できるので、興味のある方は、まだ TPI のプログラムを受けてないという方は、ぜひ、検討してみていただければと思います。土日でね、リアルで、開催されている枠もあるので、そこに行きたいという方はもちろんそこに行っていただければいいし、私はオンラインで平日をやるので、そういう、時間枠でやってみたいという方はできますので。で、先ほど言ったように企業向けとかでそういうのも、ずっとやってきてるので、今年も何社かやってきてるんですね。で、非常に好評いただいて、また年内に、そのフォローアップというんですか、社内で検証して、来年度に向けてまた新しい組織導入しようみたいな企業も、一社だけじゃないです。何社かもあります。そのくらいインパクトが、まあ、個人個人で受け取っていただいて、それがまとまってチーム組織なんですけれども、やはりしっかりと一人一人に届くのかなっていう実感ですね。私自身がそれを受け取って、これだけ変わってきてるので、非常に熱量の高いプログラムです。ということで、これからですね、定期的にこういった情報発信をしていこうかなと思いますので、今日は TPI のオープンの開催の登壇することがですね、決まって、そして募集がスタートしてますよということのご案内の、ライブになりました。まあ、セルフコーチングプログラムであるということで言うと、PX2 の子供向けの大人版であるということ。PX2 はステップが12までですけども、TPI は21のユニットまでありますよと。
で、最新の認知科学でプリンシプルを全部設計して作ったのが苫石博士ですよということが非常にポイントですね。で、そこに合わせてルーが講義で喋ってるという。だからルーの動画だから、ルー体質の、体質プリンシプルだから、ルーのプログラムですよねって思いがちですけども、実は苫石博士の関与がもう、すごく深く、なんか、まあ、要は作ったのは苫石博士なんですよということですね。プリンシプル作ったのは苫石博士、認知科学の。で、そこに合わせてルーが、40年間の、ね、その成果を含めて、動画講義の中で、講義をしてくれてるというところで、最初の認知科学の言葉もルーがですね、もう、取り込むのはやっぱり、さすがですよね。自分の言葉として喋ってるというね。これがすごい。まあ、こういうのをちょっとずつまたどっかでお話ししていきたらいいかなと思うんですけど、ちょっと具体的な話になると、ぜひプログラムを受けてくださいということになりますけれども、まあ、私の中では非常に記念すべき2024年の11月になるなということで、PX もガンガンやってますし、これで TPI も企業向けにはどんどんやってきましたけど、オープンでも登壇することになりましたと。で、パフォーマンスエンハンスメントコーチはね、1対1のパーソナルコーチング技術を学ぶ講座というのもずっと担当させていただいてますので、こう、ルー体質のプログラムは、もう、自分が責任を持って、ガンガン広げていくということを決めてますので、とにかく世界に向けて、こういったものを届けていく。あとはもちろん、苫米知識も今やってますので、苫米知識の認定講座も私もマスターコーチとして、今、ヘッドマスターコーチというね、マスターコーチをですね、これから育成するよっていうことで、博士が2024年4月からマスターコーチ養成講座、苫米知識のですね、スタートす、あの、されているので、そこをなんかお手伝いするという役割で、ヘッドマスターコーチという役割もいただいています。ということで、まだ、ワードピースコーチングもですね、子供たちにコーチングを届けるという意味では、PX2、もう一つは、苫米中学院のプログラムもありますけれども、子供たちに無償でコーチングを届ける、それがど真ん中のイベントで、ワールドピースコーチングがあるということで、まあ、すべてコーチングをしっかりと世界に届けていくということをやってるということをぜひご理解いただければと思います。で、まあ昨日もどっかいろんなところで言ってますけど、本当に認定コーチ足りないですね。いや、いますけどってね、いろんな領域でやっぱり足りないんですよ。そういう意味では。この領域、あの領域で。今回も、今日もですね、ちょっとすごい出会いがあったんですよ。これはちょっと劇的。これちょっとやばいかもしれないというですね、縁起がつながりそうって言った方がいいのかな。おそらくつながると思うんですけど、これはもう世界平和に向けた、人的ネットワーク一気にカッといくような感じですね。なんていうか、いきなり来るんですね、こういうのってね。びっくりしました。もうそういうことが起きる、なんか、ルーと苫米知博士のエネルギーをなんかこう、すごくいつも感じてるんですけど、今日はますます、いや、来ましたよっていうのをちょっとね、二人に報告してましたね。博士とルーはこの辺にいつもいるので。ルーはね、いつも指揮者ですけど、博士はメッセージやり取りができて、もちろん世界中飛び回っていらっしゃいますけど、まあ、定期的にお会いしてますけど、そういう連携も取らせていただきながら、そのエネルギーをですね、ぜひ、私も自分だけのところで留めるつもりがないので、いろんな方向に、いろんなプロジェクトで、それをこう、どんどん伝えていって、皆さんと一緒に、複数のプロジェクトをですね、まだまだこれからプロジェクトは増えると思うので、一緒に活動できる方、ぜひ認定講座に来ていただければと思います。まずはワールドピースコーチングっていうところでもいいと思うんですけども、あとはね、セルフコーチングプログラム TPI を受けたことがないという方は、ぜひチェックしてみてくださいっていうことですね。リアルに土日でやってるのもありますから、そこもぜひ見ていただき、私はオンラインで平日ということで、内容は全く、このテキストを使うので変わりませんよという。ただし、私もそういうエネルギーでやってますので、そういうところに興味がある方は、ぜひいらしていただければと思います。それでは、また次回お会いしましょう。ワクワク様でした。ありがとうございます。